ハンスールリッヒ・フォンルック・ウンとビッテンはドイツの軍人。第二次世界大戦中、ドイツ陸軍の第7装甲師団や第21装甲師団に所属し、ポーランド、フランス、北、アフリカ、イタリア、ロシアなど各地を転戦した。最終階級は大佐。エルビン・ロンメル元帥と親しかった人物の一人としても知られる。後にカイコロ録として、 パンツァー・コマンダー、ザ・メモワーズ・オブ・コロネル、ハンス・フォン・ラックを表した。ルックは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州フレンスブルグにて、13世紀から続く、プロイセン王国陸軍軍人の家系に生を受けた。彼の家系には、フリードリヒ大王のもとで7年戦争を戦った、者がいたという。また、ルックの祖父にあたるオット・フォン・ルックは、家系で、唯一の海軍士官として、 ドイツ帝国海軍に入隊し、第一次世界大戦中のユトランド沖海戦などに参加した。1918年のスペイン風邪で、父が死去した後、養父は彼に、プロイセン式の教育を施した。ラテン語やギリシャ語など、古典的な言語を好んで勉強し、1917年4月1日には、フレンスブルグの修道院学校に入学した。ここで彼は、 目覚ましい外国語力を身につけ、第二次世界大戦前には、英語、フランス語、ロシア語を自由に使いこなせるほどになっていた。戦中は、フランス兵やイギリス兵と会話する機会も多く、また、ソ連軍に投降した後には解放の交渉を行う、ためにロシア語を役立てた。1929年、アビトゥアに合格した後、シレジア騎兵連隊の士官候補生となり、 ルックは伝統に従い陸軍士官としての軍歴を歩み始めた。入隊後間もなく東プロイセンの第一自動車課大隊への移動が決定するも、当時は騎兵こそ陸軍の花形と考えられていたこともあり、ルックはこれを悔やんだという。しかし彼は自動車課大隊の中にあって、後に長らく率いることとなる装甲部隊の可能性を見出していく。 1931年から1932年にかけて、下級将校が、おう義務の一環として、ドレスデンの不評学校にて、エルビン・ロンメル大尉が指導する9ヶ月の講義に参加した。1932年秋には中尉に昇進し、1933年には、ルックの部隊に、初の偵察戦闘車が与えられ、総甲偵察大隊への第一歩を踏み出した。 1934年6月30日に発生した長いナイフの夜事件では、配下の部隊と共に、シュテッティンにて突撃隊幹部の逮捕に協力した。1936年、ルックはポツダムに駐留する第八装甲偵察大隊第3中隊の指揮を任される。彼は、 第3中隊長として過ごした期間の大部分を新たなドイツ総甲軍のドクトリン形成を担当していたハインツグデイリアン将軍指揮下の任務に費やした。その後も数年の間に様々な総甲部隊にて経験を重ね、休暇の際はヨーロッパ中を旅行して過ごしたという。1939年、彼はゲオルク・シュトゥンメ将軍率いる。 第2軽師団の第7装甲偵察大隊に配属された。1939年9月1日、ドイツによるポーランド侵攻によって第2次世界大戦が勃発する。第2軽師団も侵攻作戦に参加し、第7装甲偵察大隊は師団の前衛を務めた。師団は芝叩く間に、キエルゼ、ラドム、ウッチを突破し、9月6日には、 激しい抵抗に遭遇したものの、9月9日までに、ワルシャワ郊外へ到達した。しかし、ワルシャワ市はポーランドにおける組織的抵抗が、終結する9月27日まで降伏することなく、抗戦を続け、この中で、第2軽市団は多大な犠牲を強いられた。ポーランドにおける作戦を終えた第2軽市団は、第7装甲市団として、再編成と再装備を行うため、 ドイツ本土へ送還された。1940年2月6日、指揮官としてエルヴィン・ロンメル将軍が着任。第7装甲師団には、新型の3号戦車及び4号戦車が与えられたのみならず、ルックが所属する第37装甲偵察大隊にも新型の SDKFZ232 装甲偵察車が与えられた。 1940年5月頃、目前に控えたフランス侵攻に備えるべく第7、装甲師団は、アイフェル山地に向けて、移動を開始した。1940年5月10日、ドイツによる、フランス侵攻が始まる。ヘルマンホと将軍指揮下の、第15装甲軍団に属した第7装甲師団は、黄色作戦の一環として、ベルギーに侵入し、ミューズ川沿いに、 ディナニエと向かった。ところが、多くの橋が爆破されていた上、対岸に陣取ったフランス軍守備隊からの猛烈な砲撃や狙撃のために第7装甲師団はミューズ川で足止めされてしまう。現地のドイツ軍部隊は煙幕弾を欠いていたため、ロンメルは応急的な戦術として、トカテン近隣にいて、重篤に放火支援幕を代用するように命じ、さらに、 フランス軍守備隊の陣地エジュ87ス通過による急降下爆撃を加えさせた。空襲は一見して深刻な被害を与えなかったが、フランス軍守備隊に精神的な打撃を与え、多くのフランス兵が任務を放棄して逃亡した。その後、総攻的弾兵部隊はゴムボートなどを用いてロンメル式のもとに渡可を果たしたのである。その後も師団はロンメルに引きられ、 常に、ルックの偵察大隊を先頭に立てて、進行を続けた。88mm 降射砲は、英国のマチルダーイフー標戦車やフランスのルノービー一重戦車と、戦う有効な手段の一つだった。その他には 105mm 級の野砲による、直接照準射撃などが有効とされた。師団は、進撃を続け、五月十八日には、カンブレーを確保し、 5月20日には、アラスに到達した。ロンメルはここで沿岸から続く、英国海外派遣軍の補給遮断を計画し、ルックに、市街付近のラバッセ川を溶かせよと強く命じた。津通カの援護を受けつつ、トカを指揮している最中、ルックは敵の銃撃を受けて手を負傷するが、一晩眠った後には部隊に復帰していた。やがて始まった、英仏の反撃で、 マチルダ I 風評戦車や、ルノービー一重戦車が現れると、ドイツ軍の3.7センチメートル対戦車砲や75ミリメートル戦車砲では、立ち打ちできず、多大な犠牲と引き換えに、ドイツ軍は88ミリメートル高車砲や105ミ、mm、リメートル榴弾砲など、重砲の直接小銃に射撃で、マチルダやや B 一を破壊する戦術を編み出したのである。ルックの部隊も、 たびたび重砲を備えた、砲兵中隊を支援部隊に含めた。数日にわたる、激しい戦闘の後、ラ・バッセ側の渡過点は確保された。5月27日、第7装甲師団はリールに到達。翌日も、さらなる進撃を求められたが、この際に、友軍の援護砲撃を受けていた第37装甲偵察大隊の大隊長が砲撃に巻き込まれ、 事故死してしまう。ロンメルは2番目に若い中隊長だったルックを公認の大隊長に任命した。イギリス軍がダンケルクから撤退し始めると、第7装甲士団には数日間の休暇が与えられ、この頃に、ルックは一級鉄十字章を受章した。6月5日からの2日間、師団はルアン付近の橋を確保するべくセーヌ川に沿って 100km ほど前進したものの、 シダ団がルアンに到達する頃にはすでに橋は爆破されていた。シダ団の装甲部隊に支援されたルックの第37装甲偵察大隊は6月8日から移動を開始し、6月9日までに海岸線へ到達した。ロンメルはフェカンの港を占領すべく偵察大隊へさらなる南進を命じ、占領を支援するべく8 8トル降射砲中隊が、 増援として送られた。フェカンに到達したルックが、現地のフランス軍守備隊に降伏を求めたところ、守備隊司令官は、フェカン港において2隻のイギリス海軍駆逐艦がいまだ、廃山兵の撤収作業を続けていることを理由に、これを拒否した。6月10日、ルックは指揮下の、全兵力に駆逐艦への攻撃を命じ、8 8トル降射砲、だけでなく、 偵察車両に搭載された、計3.7センチメートル砲や2センチメートル砲も、共に砲撃を行った。港を離れた2隻の駆逐艦が応戦しているにも、かかわらず、弾幕に圧倒された、守備隊は降伏し、港湾施設やラジオ局を占領された、フェカンの街もこれに続いた。第7装甲師団は6月15日からシェルブールへの進攻を開始し、 6月17日までに 350km 前進し、6月18日には死害を確保した。師団はさらにボルドーへの進撃を開始したものの、6月21日の休戦協定締結によりすべての作戦行動が中断された。7月になると、師団は英国本土上陸作戦に参加するべく、パリ区域での待機を命じられる。しかし、ドイツ空軍が、 英国沿岸上空の制空権確保を達成できないことが明白となり、準備半ばで英国本土上陸作戦は中止された。1941年2月、ロンメルが師団朝食をハンス・フォン・フンク将軍と交代する。6月、師団は東プロイセンへと派遣された。ルックが使用していた地図。モスクワ北方モスクワ運河沿いのヤフロマへ向けて、 第7装甲師団が進撃を行っていた頃のもの。1941年6月22日、ソビエト連邦への進行が始まった。大尉に昇進したルックは、師団本部付けとなり、また師団は、中央軍集団所属の第3装甲集団に配置された。第3装甲集団は、ミンスクへを目指す、進撃の中で、リトアニアの首都ビリニュースを占領する。 このビリニュースをめぐる戦いの際、副官と共にメルセデスのカブリオレに乗車し前線の森林を視察していたルックは偶然にもロシア兵の大集団を搭載したトラックと遭遇した。ルックと副官は果敢にもロシア兵の集団へと発砲して銃撃戦を演じ、命からがらに逃れたという。ミンスクを占領した後、第7装甲師団は、 ビテプスクを目指して東方への進撃を再開した。ビテプスク攻略が完了した頃、ルックは戦死した大隊長の後任として、再び総合偵察大隊の大隊長に任命された。7月26日、スモレンスクの包囲が完了し、ルックの大隊もスモレンスクモスクワ間の封鎖に当たっていた。やがてモスクワへ向けて前進を開始すると、 無数の T-34 中戦車や T-50 不評戦車を含む赤軍の激しい抵抗に遭遇した。これらの戦車は、偵察大隊が保有する3.7センチメートル砲では、貫通を許さず、88ミリメートル降車砲によってのみ、撃破することが可能なものばかりだった。さらに補給線が伸びきったことも重なり、大隊は徐々に撤退を強いられていった。 10月末までには、激しい降雪と気温の低下のため、東部戦線のドイツ軍は、停滞を余儀なくされた。続く11月中もわずかな前進に止まったが、第7装甲手段では一時的に手段を離れた、ルックの大隊が、モスクワ郊外からそう遠くないカリーニンの市街に侵入し、南部に、共闘法を確保することに成功した。12月3日、ルックの大隊は、 共闘砲からクリントーブへ向けた師団の撤退援護を命じられた。撤退行は非常に高い雪山に隔てられた2本の道路に沿って行われたが、これは一切の軌道が阻まれることを意味していた。ルックが率いた公衛部隊を含む師団の各部隊では空軍部隊が正方に撤退する折に帰したままだった、降車砲を一定数確保していたので、 配送する隊列を発見して攻撃を行った赤軍航空隊が大損害を被った一方、師団は深刻な被害を受けることなく撤退することに成功した。最終的に全ドイツ軍部隊はモスクワより 100km の地点まで撤退を強いられた。1942年2月2日にルックはドイツ十字賞金賞を受賞しロンメルからの要請を受けて 北アフリカ戦線への転属を命じられた第21装甲師団の偵察部隊1942年2月から3月までを休暇として過ごしたルックは4月1日からドイツアフリカ軍団に転属し4月8日にはアフリカにてロンメルトの再会を果たした転属に合わせて少佐に昇進したルックは第21装甲師団第3装甲。 偵察大隊に配属された。その後の2ヶ月間、戦闘が昇降状態のうちに、ルックはアフリカ戦線で自らの名を知らしめていった。5月24日、トブルクへの攻勢が始まる。5月27日、ガザラ攻撃の支援に当たっていたルックの偵察大隊は、グラント中戦車で編成されたアメリカ軍部隊と遭遇する。米軍戦車隊は、 第三装甲偵察大隊が保有していた5センチメートル対戦車砲の射程外から砲撃を開始した。ルックは、配下の将兵に守備位置への移行を命じ、対戦車砲陣地の転換を指揮していたが、その最中に、硫酸弾の破片を受け右足を負傷してしまう。彼に、応急処置を施したグニはすぐに、彼を野戦病院に退避させるべきだと主張した。しかし、 この間にも大体及びドック全体が英国軍による厳重な法囲下にあったため、ルックは防衛任務を遂行しなければならなかった。ロンメルはガザラ防衛の一環として撤退を決定し、ルックは撤退行の南側側面を防衛する任務を受けていたのである。それから5日の間、ルックは一定量のモルヒネ投与を続けて、負傷による苦痛を和らげ、大体を率いて、 撤退の支援を続けた。6月1日、ドックは、包囲からの脱出に成功。かくしてルックは、野戦病院への入院を果たし、ロンメルはガザラ南部の英国軍人地への攻撃を再開したのである。しかし、その後右足の傷口が、感染症を引き起こし、ルックは西洋のため、ドイツ本国へと送還された。逆転する幸運エルアラメイン。 テルエルエーサー付近で撃破されたスリー号戦車。9月中旬頃、軍務復帰に、支障なしと判断され、アフリカへ戻ってきたルックは、第3偵察大隊の指揮官に復帰し、ドックの南側側面であり、カッターラ定地単に位置するシワオアシスの防衛を命じられた。構成の正面から離れたオアシスにおける脅威といえば、 長距離砂漠停進隊のまばらな襲撃程度で、大体は、およそ気楽に過ごした。1942年10月23日、英国軍が、エルアラメインへの第二次攻勢を行い、昇降状態は破られた。11月2日には、バーナード・モントゴメリー将軍が、ドイツの防衛線を突破し、11月4日には、ドイツ軍前線からおよそ 20km も離れた。 地点で、イタリア第20軍団が包囲された。ロンメルは、アドルフ・ヒトラー総統が下した、死守命令に反して、一般論に基づいた撤退を命じ、ルックの偵察大隊は、南側面及び後方を警戒しつつ、撤退に移った。11月7日、ルックは配送最中だった、ヘルマンベルンハルト・ラムケ将軍率いる空軍のラムケ、高架両兵旅団と合流した。 ロンメルの司令部では法以下で壊滅したものと考えられていた部隊で生き残っていた700名の高科両兵は装備品の多くを遺棄し長距離を歩いてきたにもかかわらずラムケ将軍以下全員が極めて高い士気を保っていた11月8日、ルックはさらに2個の偵察大隊から支援を受けつつ引き続きドックの南側側側面を警戒する任務を続行したこの頃には ドイツ軍部隊の包囲脱出を警戒する英国軍の紹介部隊と頻繁に交戦した。ある日、第一ロイヤル竜起兵連隊と睨み合っていたルックは、行方不明になった保証に関する英国軍の無線通信を傍受した。すぐに、ルックは、当該の英国兵が捕虜となっており、なおかつ未だ生きている旨を確認した。その後、午後5時には、停戦が確立され、両軍は、 捕虜となった英国兵に関する交渉に入った。11月20日、任務を終えて、ドック司令部に帰還したルックに対し、ロンメルはひどく落ち込んだ様子で全アフリカ戦線が、敗色濃厚であり、今や有能な古参将兵を退避させ温存させる、ことこそが重大な責務であると語ったという。ロンメルは、この戦争そのものについても、 同様に敗北の予感を語り、連合国との講話が最後の望みだと、ルックに伝えた。そして、西洋諸国が反共同盟を形作ることこそ西洋文明を防衛する唯一の手段で、英国首相、ウィンストン・チャーチルこそ、この連合を指導するにふさわしい男であると主張し、さらにこの望みには、ヒトラーの暗殺が付随するであろうと付け加えた。12月6日、 ドイツ軍はチュニジアまで撤退した。深刻な燃料不足により、作戦規模は大きく縮小されたが、12月17日には、英国の気候師団を足止めするべく側面の警戒を、離れたルックの大隊が、88mm 高射砲を用いて20両もの戦車を撃破した。12月31日、トリポリ南部を確保するべく、ルックには、さらなる精神が命じられた。 アフリカ戦線崩壊1943年1月23日、トリポリは英国軍の手に落ちた。数日後、近辺に展開する連合軍の高級将校に関する報告を行うべく偵察を続けていたルックは、双眼鏡越しにモントゴメリーとサファリヘルメットをかぶったチャーチルらしき男との会談を目撃する。 チャーチルが英国本土を遠く離れたアフリカの最前線に現れたとは考えにくいが、ルックは回顧録の中で実際、ロンメルがチャーチルを撃つなと命じたことを思い出したと記している。1月末、ルックは SAS 創始者として名を知られる英軍のデビッド・スターリング大佐を捕虜とした。2月1日、ロンメルは 統治作戦により、モロッコに上陸していた米軍への攻撃を開始した。ルックには、攻勢側面の警戒及び撤退する米軍への、妨害攻撃を命じられた。2月19日、ルックは、カセリーヌ・トを奇襲により確保せよと命じられたが、この計画は米軍に露呈しており、ルックの攻撃は厳重な防衛と反撃のもと、水砲に返した。しかし、 数日後には、第21を呼び、第10装甲士団を率いたロンメルが、カセリーヌ峠を再攻撃し、数日のうちに突破した。米軍は強固に抗戦したものの、彼らの戦車では、フォー号戦車 F2 型を呼び、ティガー1に立ち打ちできなかったのである。その後、ルックは全身の支援を続けたが、彼の代替は、装甲戦力と弾薬の大半を失っていた。 3月初めまでに彼は本国へ召喚され、予備役に編入された。ルックはその後の数ヶ月を、パリ総合偵察学校の教官として過ごした。8月頃、総合偵察学校に着任したルックは、講義の中で実践から得た教訓を伝えた。1944年3月、彼は、連隊長向け短期教育を受けるために、ベルリンに送られ、4月初頭には、 フリッツ・バイエルライン将軍率いる総甲共同士団の連帯にて指揮を命じられる。しかし総甲共同士団司令部に出頭したルックは、間もなく自身がノルマンディーのレンヌ付近に駐屯する第21総甲士団に再配置されることを知った。5月初頭、ルックは再び現役に復帰する。アフリカにて壊滅した第21総甲士団は、 1943年末に再編成されていた。新たな第21装甲師団は、ドイツ本国から送られてきた新兵と、東部戦線から引き上げてきた古参将校により編成され、エドガー・フォイヒティンガー将軍に引きられていた。しかし、砲兵出身のフォイヒティンガーは、 装甲部隊を指揮した経験も実戦経験も皆無であった。また、この手段が保有する装備品の多くは、フランス製車両をドイツ製の装甲行及び砲で改造した戦車や突撃砲など、ほとんどがフランスからの路角品だった。ルックが配属された第21装甲手段第125装甲的弾兵連隊は2個突撃砲中隊と、共に、 カーン北東部のビモンに駐屯したアトランティック作戦及びグッドウッド作戦で確保された地域を示す地図。1944年6月6日、連合軍によるノルマンディーへの侵攻が始まった。その夜、ルックは彼の担当する地域に連合軍の落下産部隊がオルヌ川東側に共闘法を確保するべく降下した旨の報告を受け驚愕した。 ルックはすぐさま指揮下の第二大隊に攻撃を命じ、落下3部隊の任務を妨害した上で数名の捕虜を得ることに成功している。しかし、状況が明らかになるまで大規模な作戦活動を禁止する、旨が上級司令部より通達されたため、これ以上の戦果はなかった。午前4時30分に伝達された英国第六空挺師団による、 内陸部への降下を警戒する、胸の命令下で、第21装甲師団が身動きを封じられている、相場、沿岸の守備隊は、連合軍の大規模な構成下にあった。午前10時30分頃、第21装甲師団の上級部隊である第84、軍団の軍団長、エイリヒマルクス将軍は、第21装甲師団によるヌかわ頭部への攻撃を、命じた。 しかしこの命令は第7軍司令部による修正が行われ、師団主力はオルヌ川西部への攻撃を担当し、東部への攻撃はルックの連帯のみに任された。度重なる任務の変更が引き起こした混乱は、ドイツ軍の応戦をさらに遅延させた。午後5時までにルックの率いる装甲兵員輸送車部隊はオルヌ川に架か,かるベヌビル橋の突破を試みたが、 橋を確保したジョン・ハワード少佐指揮下の落下山部隊を支援するべく開始された、艦砲射撃によってあえなく撃退された。加えて、さらに多くの英国落下山部隊が連隊の周囲に降下を開始し、ルックの第二大隊は、包囲を避けるべく撤退を余儀なくされた。6月7日、第二大隊の大隊長が戦死する。6月9日、早朝、ルックを指揮官として、 フォンルック戦闘団の編成が行われた。これは、ルック指揮下の、第125装甲的弾兵連隊、第21装甲偵察大隊第4位中隊を、機関部隊として、アルフレートベッカー少佐が指揮する、第22装甲連隊、第200突撃砲大隊から抽出された3個、中隊及び、 第220追戦車大隊から抽出された 88mm 砲の一個中隊が参加した。再びオルヌ川の橋を奪還せよとの任務が与えられたフォンルック戦闘団は英国軍が艦砲射撃や航空支援の得られない夜明け1時間前、橋にほど近いロンビジャ村へ向けて進撃を開始する。戦闘団は村に駐留する敵勢力を排除したものの、 橋から続く英国の防衛線まで浸透することは、できなかった。橋の防衛を固める英国の落下山部隊は、6月8日夜までに、第51ハイランド師団からの援軍を受けて、増強された。6月12日、ネーベルベルファー旅団により増強された、フォンルック戦闘団は、上陸地点を見渡せる重要な区域に位置する山と、オノリーヌ村の確保に成功するも、 カナダ軍師団の猛烈な反撃を受けた、撃退されてしまう。過烈な白兵戦の末、ルックは、英国の共闘法を排除できないと判断して、撤退した。しかし、フォンルック戦闘団が反撃の最中に埋設した、無数の地雷を除去するため、英国軍を呼び、カナダ軍はその地区における前進を一時的に、中止せざるを得なかった。 6月15日のドイツ軍構成の頓挫以降、その地区は2週間ほど、比較的平穏だった。グッドウッド作戦、カーン周囲の突破を試みる英国軍が、カーン南部の確保に乗り出す頃、ルックは、カーン防衛戦線の右翼に割り当てられており、エプソム作戦が発動され、英国第11機講師団が、ドイツ第192連隊を攻撃する6月27日まで、 英国軍の大規模な活動を目撃しなかった。これらの英国気構師団は、不評の援護を受けていなかったため、池垣の陰に潜んだ敵弾兵によって、意図も簡単に撃破されたが、それでも一部の戦力は、カーン郊外西部に到達した。7月初頭、フォンルック戦闘団に、タイガー戦車や突撃砲を装備する、第530戦車大隊が合流した。 フォンルック戦闘団は、ゼップ・ディ・トリヒ将軍率いる、第 1SS 装甲軍団の指揮下に入った。7月18日、パリにおける3日間の休暇をエゼン戦に戻った、ルックは、グッドウッド作戦の発動に直面した。後半にわたる砲撃と重爆撃は戦闘団の陣地を直撃していたが、ルック不在時の代理指揮官は、全く有効な行動を取れなかった。 前線に到着したルックは、イギリスの大規模な気候戦力に駐輪されたカニーの第125総攻的弾兵連隊第1、大隊陣地を目の当たりにしてひどく落胆した。この時、陣地付近で配送中だった空軍所属の 88mm 高射砲中隊と遭遇したルックは、中隊長に対して戦闘団に合流し、対戦車任務を遂行するように求めた。 ところが降射砲中隊を率いていた若い隊員は、我々は航空機を砲撃する命令しか受けていないと言い返しルックの要請を拒否した。するとルックはピストルを抜き、まっすぐと重口を隊員に向けて、貴様は死と勲章のどちらが欲しいのかと脅したのである。こうして空軍の降射砲中隊を指揮下に加えたルックは、この砲兵を配置して、 戦線の隙間を埋めるべく奮闘した。この頃までに戦闘団の装甲戦力は放爆撃によって大半が破壊されており空軍降車砲中隊を含む寄せ集めの対戦車部隊と突撃砲中隊だけが英国軍の戦車隊に応戦し得る戦力であった。カニーにおける作戦時の航空写真には 88mm 降車砲中隊など いずれの部隊の記号も村に配置されていない点から、ルックの語った、このような砲兵戦力の描写は、イアン・ダグリッシュなどの研究者によって疑問視されている。しかし、逆にダグリッシュらの主張するような砲兵戦力を、用いない戦術では英国第11機構士団が、受けた、大損害を説明することは難しい。いずれにせよ、 不評の援護を受けずに前進してきた英国第11機攻士団は固定対戦車砲を乗り越えられず、第11機攻士団の悲劇を知らずに前進してきたこの駅攻士団も同様であった。こうしたフォンルック戦闘団の活動により英国軍機攻部隊の進撃は完全に足止めされてしまった。ルックが徴用した空軍の 88mm 高射砲、 中隊単独でも約40台の英国軍戦車を撃破したという。午後までに第 1SS 装甲師団からの増援が到着し、戦況はやや安定を取り戻した。7月19日、SS 装甲部隊に援護されたフォンルック戦闘団は前進してきた英国軍を攻撃した。効果的な側面攻撃によって約450両以上の戦車を失った英国軍は、 間もなく、足を止め、結局彼らが前進した距離はわずか9キロメートルに、過ぎなかった。夕方には、第 12SS 走行師団が到着し、ルック配下の将兵はようやく安堵した。グッドウッド作戦期間中に、英国軍を撃破し続けた彼の功績に対し、1944年8月8日に、騎士鉄十字章と、 第125総攻的団兵連隊連隊長の肩書きが送られ、中佐に昇進した。ファレーズ包囲戦1週間後、補充を受けた第21総攻士団は、バイユーのビレル・ボカージュ地区南部に送られた。これは6月13日、ビレル・ボカージュの戦いにおいて、ミハエル・ビットマン隊と彼の部下が、タイガー戦車を借り、英国の侵攻を撃破したのと同じ地域であった。 7月26日、総甲共同士団からの補給線が途絶し、第21総甲士団では、新たな脅威に対して、彼ら自身が対処しなければならなくなった。7月31日、ジョージ・パットン将軍がアブランシュを突破する。これにより、ノルマンディに展開するすべてのドイツ軍士団は包囲の危機にさらされ、早急な撤退を命じられた。ルックは2週間遅れで、 ファレーズに到達した。8月17日に行われた英国軍の攻撃は、第21装甲師団を分断し、ルックを含む部隊の半数は包囲下に取り残された。フォンルック戦闘団は西部にある包囲網の切れ目を確保する使命を帯びており、実際に8月21日まで確保し続け、包囲下に止まっていた約10万の将兵を脱出させた。ただし、物資や、 車両の大部分は包囲下で破棄破壊された。包囲を逃れたルックだったが、すぐに、新たな脅威が現れる。パットンはすでに、セーヌ川の南部で新たな包囲網を形成する準備を、進めていたのである。ルックは、第21装甲師団の残留部隊を指揮し、最後のドイツ軍部隊が、セーヌ川を越えて撤退するまでの殿を務めた。9月9日、ルックの司令部は、 ストラスブール近辺に到達した。ハッソフォン、マントイフェル将軍の第五総甲軍の指揮下で、ロレーヌの防衛に当たり、やがて、ジークフリート戦の防衛を命じられた。ノルトビンと作戦の間、ルックは、バラン県、アッテンの奪還に参加した。1945年1月、シダ団は、オーデル戦線に移動し、ルックは、 師団の作戦展開に大きな役割を果たした。1945年4月27日、春部包囲戦において脱出に失敗した後、ソ連軍に投降した。グルジアの強制労働収容所で数年を過ごした後、彼はドイツ本国へ送還された。帰国後、親切間もないドイツ連邦陸軍へ残留することもできたがこれを断る。彼は、 ハンブルクのホテルで受付係として、数年働いた後、コーヒー豆の輸出を手掛けるようになり、イギリスやスウェーデンなどの外国の士官学校で、ノルマンディの戦いに関する講演、講義を行った。その後、退役軍人団体と深い関係を持つようになった。他、英国陸軍のジョン・ハワード元少佐などかつて歩行を、交えた、連合軍の将兵とも友人関係を築き、 アメリカの著名な歴史家、スティーブン・アンブローズと親しくなったおり、彼の勧めで、パンツァー・コマンダー、ザ・メモワーズ・オブ・コロネル、ハンス・フォン・ラックと題した回顧録を出版した。フランスのドキュメンタリー映画などの監修にも携わったと言われている。戦後、ルックとハワードは、ドイツの占領から、初めて解放された建物と言われる、喫茶店、カフェ・ゴンドリーで共にコーヒーを飲んだ。 この時、天主が熱狂的なハンドイツ主義者だったため、ハワードはルックをスウェーデン人だと偽り説得したという。ラック、パンツァーコマンダー、P9、ラック、パンツァーコマンダー、P11、ラック、パンツァーコマンダー、P13、ラック、パンツァーコマンダー、P16、ラック、パンツァーコマンダー、P32、ラック、パンツァーコマンダー、 p 三十八ラックパンツァーコマンダー p 四十七ハットラックパンツァーコマンダー p 六十八パッチィーウォールハットラックパンツァー,ー,ーコマンダー p 百二十五ハットラックパンツァーコマンダー p 百二十九ラックパンツァーコマンダー p 百三十六ラックパンツァーコマンダー p 百六十七ハットアンブローズ D で ハット・アンブローズ・ペガサス・ブリッジ、ハット,ラッハットラッ・ラック・パンツ・ーコマンダー、P-187 ハット・ラック・パンツ・ーコマンダー、P-192 ラック・パンツ・ーコマンダー、P-193 シェルター 2007P-516 アンブローズ・スティーブン・ペガサス・ブリッジ、P-198 ウェン・ハワード・ウェント・ツー・ザ・カフェ・イン・ザ・セブンティーズワンドアーリー・エイティーズ・ヒー・サム・タイムズ・ブロート ハンス・フォン・ラック・ウィズ・ヒム、ハワード・トールド・マダム。ザット・フォン・ラック・マイト・ルック・サスピシャスリー・ライク、エイ・ジャーマン、バッド・ザット・ヒー・ワズ・イン・ファクト、エース・ウェード・ラック・パンツ・ァー・コマンダー、P342、1991エディション、オール・ワザ・レファレンス・アレ・ツー・ウザ・1989エディション。ありがとうございます。